で出席して白紙の領収書をもらって、そこにその領収書に付き勝った値段を書いて政務活動費で使いましたって言って国に請求してもらっちゃう。でもちろん払った金額以上のものを書いて自分のところに入れる。はっきり言って詐欺なんですけども、これを詐欺だってちゃんと言った新聞テレビは一つもありません。犯罪なんですよ。でしかも稲田朋美さんみんなやってるって言ったんですよ、自民党議員で。この白紙領収書の問題が一番最初に露見した富山市議会で、この辞任した自民党議員の人は10年前に先輩から教わった、つまり昔からみんなでやってたってことです。つまり自民党というのは犯罪者の集団なんですよ。でも犯罪、本当この犯罪者の集団だというのを一つでも言った新聞がありますか、言ったテレビがありますか。全くないでしょ。本当のことというのは一切伝えないんですよ、新聞テレビというのは。本当のことを伝えると企業にとっていいことにならないから。結局今の天下りの官僚、早稲田大学の天下りっていうのはばっかり今話題になってますけども、それ以外に東芝に天下りしたとかいろんなところに天下りしたってあるんですよ、一部上場経団連企業に。そういうのは全然ニュースにしないです。で今安倍晋三さんが天下り根絶しますって言ってますが、一番最初に天下りやめさせるってはっきり言ったのは小沢一郎さんと畑幸男さん。でもこの2人をバンバンに悪口書いたのは新聞テレビで、民主党が政権を失って自民党になってから天下りはどんどん増えてる。それもそのくらいのことは新聞テレビ言ってますよね。でつまり安倍政権に変わってから天下りが増えて、つまり安倍晋三さんが天下りを全く抑えることしなくてそれで伸びたんですけども、この問題があるときに天下り根絶しますって言ってるんですよ。であと一つ付け加えると、天下りの問題をこういう場所で喋り出してからその天下り根絶って言い始めたんですね。だいたいネットで話題になった問題点、これの火消しっていうのが必ず行われます。で実際に私は2011年原発事故があった時、この時に2チャンネル、まあ世界最大の掲示板ですよね、ここで反原発なんかやっちゃいけないんだよっていうのを書き込んでて、原発推進の意見の人間をほとんど全部論破して、で他にも私以外にもいたんですけども、そういう人は。で2011年の年末にはもう原発推進とかやるって、原発がなきゃいけないっていう人間が何か意見を書き込んだらもう徹底的に叩かれて、でその掲示板を見ればもう脱原発はもうその流れ、もう正しい流れなんだって分かるようになったんですよ。そうしたらその6年みちゃん書き込み禁止されましたからね。私はそれだけ、私だけじゃないですよ、その他私以外にも2チャンに脱原発で強く書き込んでた論理的なもう論客っていうのが何人もいたんですけども、そういう人もいなくなっちゃいましたからね。まとめて書き込み禁止されちゃったと。で今どうなってるかって、2チャンってネトゲの巣窟ですから。こうやって昔からネットでも言論弾圧ちゃんとあるんですよ、見えないように。で今言論弾圧をもう表立ってやり始めた、法律を作って、それが今の自民党政権ですからね。ですから本当のことは自分から調べないと分かんない。今の新聞テレビっていうのは昔の第二次大戦の時の大日本帝国もそうでした。国民を積極的に騙しに来るんですよ。官僚は企業に天下りのために企業の利益を図る、政治家も政治献金が欲しいから企業の利益を図る。そうやって企業がやりたいことはやれる、企業がやりたいことをやったおかげで何がでどうなったかというと、派遣がいっぱい増えて正社員が減った。それだけじゃなくて、もっと利害の利益率の高いビジネス、戦争ですね、そういうのをやりたがってる。で軍産複合体というのがあります。アメリカでアイゼンハワー大統領がこれは危険な
企業と軍が団結した勝手にもう戦争を起こして儲けを図る、そういう軍産複合体がアメリカの重大な産業、まあメインの産業になったわけですけども、中曽根康弘さん、自民党の総裁の首相でしたね、この人が金融自由化ってやって日本の企業の株を外国の企業もしくは銀行が買い占めてよいっていうふうにやったら、その途端にバブルが破裂して、底値で買い、あの日本企業の株を買い漁られて、日本企業の経営権がウォール街に移っちゃった、アメリカに移っちゃった。そうやって日本の企業の家内の部分が軍産複合体、軍需産業の傘下になっちゃった。そうやって今日本は戦争で儲ける経済の仕組みが出来上がっちゃったんですね。ソニーの社長がなんで外人だったか、オリンパスの社長がなんで外人なのか、トヨタの副社長がなんで外人なのか、全部アメリカの企業が経験握ってるからです。それを全然報道しないですからね、新聞テレビは。で、日本経済新聞なんかもう昔から嘘ついてて、バブル崩壊した後に、破裂した後に、あ、株価が底値になった、その底値の時にアメリカの投資銀行とかヘッジファンドが日本の企業の株を買い漁ったんですけども、それを経営権が取れてやばいというふうには絶対報道しなかった。それどころか、この底値を支えているのは外国人の買いなんだって、いいことなんだって報道したんです。ひどいでしょ。日本の一部上場企業、一流企業が外国に買収されてて、それはいいことだって報道してるんですよ。裏切り者でしょ、日本経済新聞って。日本経済新聞の一番悪質なところは、経済の専門誌という肩書きで経済に関して嘘をつき続けることなんですよ。なぜ嘘をつき続けるかっていうと、経団連の機関誌でしかない、一部上あの企業の広報誌でしかない、国民の利益を代弁する新聞じゃないからです。そういうこともこういうところで喋んないとほとんど人は分かんない。だってこういうこと教科書に書いてないでしょ、こうまずいことは。教科書に書いてないってことは自分で調べたり、どっか誰かに聞かないと分かんないですよ。で、そういうことを今ここで喋ってるんです。ですから学校で見聞きして覚えたこと、今日もしくは教科書に書かれてること、あとは普段の新聞やテレビで語られていること、それだけで、あのこの日本の政治や経済が分かるわけではない、逆に分かんないように仕向けられているんです。ですからここでマイクを握って、こんな寒い中政治や経済のことを解説して喋んなきゃいけないんですよ。で、こういう解説をしている人がもっと増えてくれなきゃいけないんですけども、そういうのを増えないように潰してやろうというのがテロ等組織犯罪準備罪です。これが通ったら、私みたいにここで本当のことを解説する人を片っ端から捕まえられて、一般の国民の人はもうつんぼさじき、目も耳も塞がれた状態にされちゃう。そういうことをやろうとしているのが今の安倍政権です。ですから次の選挙があったら、もう自民党には絶対入れちゃいけません。自民党は国民の利益を守ってるんじゃないです。企業の利益と自分の利益、それしか守りません。国益すら守りません。企業の活動と国益っていうのは一致するわけじゃないです。相反するやつちゃんとあるんです。そういう時が今来てるんですよ。戦争というのは企業は儲かるかもしれないけど、国は儲かんない、国は借金まみれになるんです。ですからアメリカは財政赤字がひどいでしょ。世界で一番戦争中の国ですからね。その世界で一番戦争中の国ですけど、金がやっぱ足りなくてもうやめるってトランプは言ってるんです。戦争やんないよって。で、もう10年以上前からもうアメリカは戦争やるお金がなくなってるんですけども、それで日本に金をせびり始めた。イラク戦争の戦費、戦争にかかった費用、どこが出したか分かりますか。日本ですからね。小泉純一郎さん、小泉政権の時に為替介入します、円安にしますと言ってドルを買って
まあ、それ国民から借金してドルを買うわけですけども、その買ったドルで米国債、アメリカの債券を買う、その買ったお金が40兆円、それがまるまるイラク戦争の戦費になったんです。で、安倍晋三さんの第一に安倍政権の時、その次に福田さんって言いましたよね、首相で、福田さんすぐ辞めちゃいましたよね、なんかわけわかんない理由をつけて。で、このなんで辞めたかって理由はウィキリークスに暴露されています。アメリカから自衛隊の派兵と100兆円の戦費を要求されて、そんなことはできないって言って辞めたんです。つまり、で、それでまた安倍晋三さんが始めましたけども、で、結局今度はまたアメリカの言いなりになって戦争をやる、それが集団的自衛権です。だからアメリカから完璧に独立しなきゃいけないんですよ、本当は。もう一度日本を本当に日本人の手に取り戻さなきゃいけないんです。今自民党というのはアメリカの代理人なんですよ、アメリカ利益のための。そんな奴らに政権を持たせちゃいけないんですよ。だから自民党の議員には市議会議員を含めて絶対に入れちゃいけない、全滅させなきゃいけないです。本当に言うと全滅させなければ日本はまた独立を回復して主権を回復することはできないです。そのために今ここでマイクを握って喋っています。私の話がちょっと長くなったので他の方にマイクを譲りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。